1968年大学卒業。企業を代職し、76年に、公立高校教員。2006年に、公立高校定年退職。最近の活動総科史障害学習市民、推進会議委員、埼玉県レクレーション協会、専門委員、高校講師、宮沢県治読書会、学習会主催、公益法人日本将棋連盟公認。 将棋指導員、介護施設将棋指導員、介護施設囲後指導員、児童館、将棋道場指導員、児童館、ふれあい囲後教室、カルチャーセンター講師、新聞広告モニター員、NPO 法人、学習指導員、福祉総合センター、将棋教室、所属学会等日本教育学会、日本高校教育学会、日本教育心理学学会、 日本学習社会学会、宮沢賢治学会伊藤。現在グローバー教育総合研究所代表、宮沢賢治読書会、学習会主催、公益法人、日本将棋連盟公認、将棋指導員。宮沢賢治学習シリーズ、実践の教育、宮沢賢治学習シリーズ、実践の教育1から5巻、2004年。ありがとうございます。